これぞイカキタブラスサウンド、いかがでしたか？それでは部長にインタビューしてみたいと思います。部員は何人ですか？3年生43人、2年生39人、1年生28人、計110名で活動しています。吹奏楽部のモットーはありますか？明るく元気に楽しく活動することです。今はどんな目標に向かって練習をしていますか？来年の6月にある定期演奏会と吹奏楽コンクールで関西大会に出場できるように練習しています。どんな雰囲気で練習をしていますか？先輩後輩仲良く、いつもみんな明るく楽しく元気に頑張っています。練習内容は？個人練とかパーレンを中心にして、時間があるときは先生に合奏していただいたり、あと自主的にセクションなどを組んで練習しています。入部してから今まで活動してきて、今どう感じていますか？中学生の時からすごく憧れだったイカキタブラスに入部できて、大人数で演奏することの楽しさや迫力を感じることができて、すごく嬉しかったです。今でもなんか難しい曲とか、中学生の時にはできなかった曲のジャンルにもチャレンジできて、成長できているなと感じています。イカダニー！キター！